月亭遊ぶ方は、兵庫県西宮市出身の落語家。出前は、岩見。吉本工業所属。自称、講座のロックンローラー。ロックマニアである。縄文は、月文。学生時代は音楽に没頭。その傍ら ABC ラジオ、ABC ヤングリクエストのリスナーでもあり。そこで、小福亭二角、月亭八方の芸に触れる。 明治大学小学部に入学後、落語研究会に入り、2年時にはプロになることを決意し、大学、八方に弟子入り、八方宅の2階に曲がりしつつ、1階のお好み焼き屋でバイトを始める。1986年2月、正式に八方に入門。4歳年長の7代目、月亭文ととは入門がわずかに1ヶ月だけ早かったため、兄弟子となった。 tu 4を名乗っていた時期もある。tu 方時代、abc テレビ、yy サタデーの1コーナー、帰りたい帰れないで、3ヶ月間ホームステイをしたことがある。講座では主に、カジュアル落語と称する自作を手掛ける。代表作には、戦え、サンダーマンや、巨霊困惑騒動、例えば、こんな誕生日など50作ほど、日常生活の何気ない違和感や困惑を切り取って、 どこか微笑ましいドタバタ劇を作り上げる手腕に優れている。また彦八祭りのステージ企画、西川梅十三踊り教室おさらい会では、ローリングストーンズなどロックの楽曲に乗せて、カッポレなどを待っている。最近は、カジュアル古典と名付けて、古典の改作も手がけている。2021年には、天馬天神半上庭15周年。 記念特別公演の実行委員長を務めた。実行委員をスコーピオンズと名付けたり、繁盛亭ソニック2021という音楽中心の公演をもけるなど、ロックマニアらしさを見せつつ、6週間にわたる公演を取り仕切った。バンド、ヒロポンズハイでギターを務める。2008年に繁盛亭大賞創作賞受賞。2010年4月に結婚。 ありがとうございます。